はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はハーツオーバーヘアン中国プレー続きをやっていきたいと思います。すでに南京まで日本軍がやってきているという状況で、南京の防衛戦ですね、展開していきたいと思っています。で、南京にはですね、戦車、装甲手段ですね、これが3、歩兵手段が2、それに騎兵手段が19ということで、それなりの戦力が残っているので、ここ南京で徹底抗戦をしていきましょう。と言ってもね、もうボロボロにボロボロなんで、工場数は9、残りの工場数が9で、この工場で生産しているものが、歩兵装備のみですね。これもただ鉄資源が全然足りてないということで、生産が十分に行き届いていないという状況ですね。各方面苦戦を強いられてはいますけど、特にこの南京はね、首都なんでどうしても守らなきゃいけなかったところなんですが、ついに南京まで日本軍を侵入を許してしまったというところは不甲斐ないとしか言いようがないな。どこでねプレーを間違えたのかっていうのはね、本当にわからないんですけど、多分中華民国一国で、日本軍と海戦、中華統一戦線をその後に組むっていうパターンだと、結構、上級者の方でももしかしたら苦戦するんじゃないかなとは思います。もちろんね、僕が至らない点がいろいろあったんだろうなとは思うんですけど、なんで、プレー開始と同時に、中国大陸を統一する、そういう動きをしておいて、工場数だったり資源数だったり、そういったものを十分に確保してから日本との海戦に備えるっていうのがね、良かったのかなと思いますが、でもね、こうやって見てもらっても分かる通り、日本軍もね、そう簡単に南京にたどり着くことはできないはずなんですよ。てか南京にたどり着いてはいるんですけど、南京を制圧することはできないはずなんですよ。なんといってもね、この南京には師団数それなりに置いてますからね。各方面も補給も司令部もない状態で、本当によく戦ってくれてますよね。上海ももう陥落してるもんな。上海はね、4月の28日から奥さんと旅行で遊びに行く予定になってますけど、上海まではどうだ、2時間半3時間かかんなかったかなと思うんですけどね、確か。今回はね、成田から行くんだったか羽田から行くんだったか、もうちょっと忘れちゃいましたけど、いずれにしても、3時間はかからなかったかなと思います。南京が包囲されるリスクが出てきてるな。
よただ南京が包囲されつつあるんで、ただ師団はまだすり減ってませんからね。319に装甲師団が3、騎兵が19、歩兵が2、これはまだ数減ってきてないんで、まだまだ戦えるはずです。悲しいのがね、この後連合軍が援軍で今駆けつけてくるとかね、そういうのがないのがねちょっと厳しいですよね。各方面軍の方はかなり厳しいかな。これ第一の歩兵、これが9まで数が減らされてますもんね。まあ、激戦を一番最初から戦い抜いてきたのはこの第一強襲歩兵隊ですからね。さあそしたらもう各部隊は防衛に徹しましょう。さらに中華統一戦線が崩壊の一途をたどってますね。とにかくもう南京にね部隊を戻しましょう。防衛戦も何もあったもんじゃないですからね。中国共産党も降伏したか。もう残ってるのは我々だけですね。そうなると
でも本当にね、南京はこうやって見てみると硬いですよね。こんだけ師団を集中配備している分。いや、すごい勢いで師団数削られてるな。200あった師団が107まで削られてますからね。まあ、ここまで来たらちょっと最後まで見届けましょう。ちょっと残念なプレイになってしまって、応援していただいた皆さんには本当に申し訳ないんですが、ちょっと何がいけなかったかっていうのはね、まあいろいろあるかなとは思うんですが、いよいよ南京が完全に包囲されてしまいましたね。さて、南京が陥落してしまいました。はい、というわけで、皆さんいかがでしたでしょうか。中国ペイ、ちょっとね、残念な結果で終わってしまいましたけども、中国プレイは一旦ここで終わりにしてですね、また違うハーツオブアイアンプレイできたらいいかなというふうに思ってますね。また、新しいプレイ始めるときにはね、ツイッター等で告知させていただきますので、その際にはぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いしたいと思います。ちょっとね、反省点も多いプレイになってしまったのは残念なんですが、勉強にもなったかなというふうに思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなと
というふうに思います。